1分で作れるスーパーダイエットフードをお伝えしていきます。この動画では1、なぜスーパーダイエットフードと呼ばれているのか、その理由です。2、何を取ればそのスーパーダイエットフードになるのかというそのお話と、3つ目、では具体的にそのスーパーダイエットフードをどのように使って作れば痩せることができるのか、具体的な美味しいレシピを最後ご紹介してまいります。ぜひ楽しみにご覧くださいね。この動画ではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録をしていただきまして、どんどんコメントいただけましたらとても嬉しいです。それでは早速お話ししてまいりますね。1つ目です。なぜこの食材がスーパーダイエットフードなのかっていうその理由についてなんですけれども、ポイントは腸内環境です。それはなぜかと言いますと、腸内環境が良ければですね、あなたの腸がきれいになれば心も体もきれいになるんですよ。もう言い切れます。なぜかと言いますと、私がそうだったからです。私は過去もひどいその腸ですね、予防した経験があってたんですよね。でその結果もうひどい体調不良に見舞われ、もうこのように皆様の前にこう顔出すなんてとてもじゃない、もう化粧もできないしですね、もうひどい顔をしてたわけですよね。もう本当に醜い顔をしていた時期があったんです。で後になって気がついたことは、腸が汚れてたんだということだったんですよ。ですからもう肌もボロボロでしたし、もう10キロ近く太っててですね、もうそれはそれはもう本当に死にたくなるようなですね、まあ、時期があったわけですよね。でもこの腸活で私はその体調不良であったり体重体型の変化をですね克服することができたんですよね。それだけやはり健康的で綺麗に痩せるためには大前提として、あなたもですね私と同じように腸が元気イコール綺麗じゃないとダメなんですよね。もうどんなに頑張ったところで必ずその先にはリバウンドが待っていたり、結局また体調不良が波があってまた訪れたりとかですねなるわけです。なので痩せるためには、健康になるためには、あなたの腸内環境が整っていることがダイエットする上でも、もう大前提ということなんですね。では2つ目の項目に入ってまいりましょう。一体何を取ればそのスーパーダイエットフードに変わるのかということなんですが、ポイントは発酵しているかどうかなんです。その食材が発酵しているだけでですね、先ほど1つ目の項目でお伝えしました腸内環境を一気に整えることができるんですね。その理由は、その発酵食品の中に一番その痩せ菌と呼ばれる善玉菌が多く含まれているからなんです。痩せようと思った時にその痩せ菌がやっぱりいっぱい腸内にいてくれないと痩せないわけですよね。ではないとその逆にデブ菌と呼ばれる悪玉菌が優勢になってしまうわけですから、とにかくポイントは発酵させましょうということなんですよね。そこで今回私があなたにお伝えしますそのスーパーダイエット食材というのはですね、スーパーダイエットフードはこちら、発酵玉ねぎになります。もうとっても簡単。今からその作り方、材料とその作り方をお伝えしていきたいと思います。もう材料はこのたった2つだけ。玉ねぎ、まあ、中サイズですね、中くらいのサイズが、まあ、大体3個です。グラムで言えば 600g ぐらい、まあ、前後ということで目安にされてみてください。そして天然の塩です。これは必ず天然のミネラルがいっぱい残っているお塩を使ってくださいね。そうではないと逆に精製されてしまった栄養がないお塩は体に害になります。なのでそういった体に良いお塩を小さじ2分の1ご準備してください。もうたったこれだけなんですね。で私別の動画でも、もう毎回毎回ですねお伝えしているお話の中に、もうとにかく簡単なレシピが大好きなんです。もう超簡単ですよねということでですね、もうニコニコしてお伝えしている動画がたくさんあるんですけれども、それぐらいもとにかく簡単がですねもう大好きなんですよね。もうだって大変じゃないですか、お料理好きの方ってね。本当に
手の込んだねものを作る方って本当に私すごいなって思うんですけれども、私はですねその難しくて手の込んだものはねやっぱ続かないですよね。正直に申し上げますと続かないんです。なぜかというともう時間がもったいないからなんですよ。その時間がもったいないんです、私にとって。ですから私はですねもうその時間があれば他にですねたくさん仕事がしたいんですよ。本当に娘からもですねもうママのイメージは仕事しかないって言われるぐらい本当にねもう仕事が大好きでもう本当仕事ばっかりしてるんですよね。でもそれぐらいやはりそちらをねしたいわけです。そのためにはですね時短です。時短、時間をかけるわけにはいかないわけです。その時に私はこういった発酵系の、まあ、今回は玉ねぎでねしましたけれども発酵調味料もですねもう作り置きしておくんですよね。塩麹であったり醤油麹であったりですね、そういった発酵したものを、まあ、ぬか漬けもそうなんですけれどもいっぱい作ってます。なので今回はその中で もうとにかく簡単なこの発酵玉ねぎをお伝えするんですけれども、前置きが長くなりましたがここから作り方に参りたいと思います。こちらです。まずボウルにこの量の玉ねぎみじん切りしてください。みじん切りした玉ねぎとお塩を入れてください。そして次1分程度手でよく塩を揉み込むイメージで混ぜるだけなんです。なので冒頭で1分でできるとお伝えしましたけれども、この下準備さえできていればですねもう作り始めたったの1分でできます。あっという間にできます。でこの1分ほど手でかき混ぜた後は熱湯消毒済みの瓶ですね、しっかりと密閉できるような蓋がついている容器を使って、ガラス瓶がいいです、使っていただいてそこに入れて常温でですね、まあ、今時期でしたら今冬ですか2月ですから1日や2日ほど置いておくんですよ。そのまま常温でですね、冷蔵庫などには入れないですよ。入れてしまうと発酵しませんからね。で夏場はですね暑いですからもう半日程度で出来上がってしまいます。なので仕込んでからはやはり1日から、まあ、2日はかかりますよということですね。でここがポイント、必ず1日1回かき混ぜてくださいねですね。ではないとかびてしまったりですねうまく発酵がいかないんですよね、まあ、ぬか漬けもそうですし塩麹もそうなんですけれども、こういった発酵系を作るときはもう必ずもうねよしよしと1日1回はね声をかけていただくということですよね。美味しくなれですよ。私もそうしています。そうすることで美味しい発酵の、まあ、食品がですねできるわけなんですよね。そして最後出来上がりましたらそのまま冷蔵庫で保存が効きます。なるべく早く使い切っていただきたいと思うんですけれども、だいたい持ってね1ヶ月とも言われますが、まあ、そこまで持たせなくてもですね多分美味しくてすぐ食べきってしまうと思いますので、ぜひこの発酵玉ねぎを作ってみてください。で出来上がりはこちらです。私自宅から持ってまいりましたこちらですね。この保存の瓶はすごく可愛くて気に入ってるんですけども、どこで購入したかと言いますと無印良品さんです。無印良品でこちら瓶のですねしっかりバチンと止まる、こういうちょっと開けてみますよ。ちょっとお待ちくださいね。ガチンというこのしっかり瓶の蓋があって、これを上に重ねてちょっと上に出しますよ。ここでこのフックをパチンってするんですよ。このパチンが好きでするんですけど、パチンってもう閉じたみたいな、ね、よし確認ができるので、もうこれでもう完全に蓋ができます。でこのままだんだんですね、まあ、ブクブクってしてくるんです。塩が入ってまして発酵しますかね、まあ、ブクブクしてくるんですけれども、これがですね可愛いんですよね。開けるとプシュッと音がしてですね、あよしよしと生きてる生きてるってね、乳酸菌が生きてるって思うんですけれども、この玉ねぎ発酵玉ねぎは乳酸菌がたっぷり取れますからもう本当におすすめですね。便秘がちであったり逆に下痢気味の方とかはぜひこの発酵玉ねぎ普段のお食事に使ってみてくださいね。はい、では次に参りましょう。3つ目の項目どのようにということで、先ほど項目2でお伝えしたその発酵玉ねぎを使った簡単で美味しいレシピをあなたにシェアしていきたいと思います。こちら発酵玉ねぎのディップになります。で材料です。アボカド1つ、
そして発酵玉ねぎが大さじ1から2ですね。そして今度塩麹ですね。この塩麹も簡単に作れます。私はですね、乾燥米麹とお塩を使って、あとお水だけでできますから、また別動画でも作り方ご紹介しておりますので、ご興味おありの方はそちらの動画もチェックしてみてくださいね。その塩麹が小さじ1で、以上のこの材料ですね、しっかりほぐしてですね、よく混ぜるだけで出来上がりになります。私は実はもうこのままでもとっても美味しいんですよ。で、実はこのですね、発酵玉ねぎといいますのは、日にちが経てば経つほどまたコクが出てですね、味が変わっていくんですね。なので、出来たてももちろんシャキシャキして美味しいんですけれども、日が経つにつれてこう違う味わいがありますから、ぜひその日にちをこう経ったものを召し上がっていただくのも、こんな味になってるってね、驚かれると思いますから、ぜひ試してみてくださいね。そしてまだまだですね、他にも使い方がいっぱいあるので、もうどんどんお伝えしたいと思うんですけれども、私はこのディップでしたら、チーズとかにのせて、カマンビールチーズが大好きなんですけれども、チーズにこうトッピングして、おつまみとして食べることもありますし、またこのディップではなくて、この発酵玉ねぎですね、そのものを使って、ハンバーグにですね混ぜて作ってみてください。美味しいですよ。全然違います。もう一味も二味も変わってまいりますから、ハンバーグの材料として、すぐにしかも刻んでありますから楽でしょう。ハンバーグ作りたいけど、もう玉ねぎのみじん切りめんどくさいとかないですか。もう涙も出ますしね。で、特にお化粧したい、出かけないといけない、その前の準備とかも泣いちゃうから、もう嫌じゃないですか。メイクまたやり直しかとか思うとね、玉ねぎ切りたくないと思うこととかね、私もあるんですけども、もうこれはもうみじん切りになってますから、しかも発酵してますから、普通の玉ねぎよりも痩せる玉ねぎなわけですよね。これを使ったハンバーグであったり、あとそうですね、チャーハンの具としても使っても美味しいんですよね。で、もちろんこちらですね、ドレッシングを作る時にトッピングされてもものすごく美味しくなりますよ。あとはそうですね、私は朝食に厚揚げ豆腐焼いてね、おかずにすることがあるんですよね。しっかり朝からもりもり食べるタイプなので、タンパク質がすっごく取りたいんですよ。家族にも食べさせてあげたいという時に、厚揚げ豆腐ですね、1枚ポンと焼くんですけれども、その上にこの発酵玉ねぎとちょっとお醤油垂らしてもう美味しいんですよね。お好みでいいと思うんです。ポン酢とかでもいいと思うんですけれども、とっても美味しいんですよ。で、あとはそうですね、オムレツの具にしてもいいですし、あとはざるそばとか、そういったそのおつゆですよね、お蕎麦のおつゆとかにこういったのを薬味として入れて召し上がっていただいてもとっても美味しい。食べ過ぎにね注意していただきたいぐらい本当に美味しい発酵の食材になりますので、ぜひいろんなお料理にアレンジしてみてください。で、逆にあなたがですね、先生このメニューにこの発酵玉ねぎ使ったらとっても美味しかったですよとか、メッセージくださる方もいらっしゃるんですよね、他のその動画の時にですね。なので、ぜひあなたのおすすめのレシピございましたら、コメント欄や LINE の方にですね、どんどんメッセージいただければもとても嬉しいです。楽しみにお待ちしております。では、この動画のまとめに入ります。テーマは1分で作れる痩せるスーパーダイエットフードでしたよね。で、それは痩せるポイントとしてはなぜかと言いますと、腸内環境がとにかく整って痩せ体質になることができるからでしたね。そして2つ目です。じゃあ一体そのスーパーダイエットフードって何でしょうかということですが、今回は発酵食品なんですよということで、そしておすすめは発酵玉ねぎなんですよということをお伝えしました。簡単なレシピもご紹介しましたね。では最後、どのようにではその発酵玉ねぎを普段の食事に取り入れたらいいんでしょうかということで、美味しい発酵玉ねぎのディップもご紹介しましたし、そうではなくてもこの発酵玉ねぎ自体をその材料としてですね、ハンバーグ等々いろんなものにもうどんどん使うといいんですよっていうことをお伝えしました。さあ、いかがだったでしょうか。このようにお伝えしましたお話をですね、ぜひあなたの健康やダイエットにお役立ていただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。